どうもタブヤンです。ロックマン2、前回第2回でメタルマン、フラッシュマン、クラッシュマンを撃破。残り2体ですね。ヒートマンからいきましょう。さあここまでね、ロックマン2にしては順調に来てるんじゃないかな。ここは一回来たよね。で、なんか突破できない場所があったんだよね。で、前回3号っていうのを手に入れました。どうな、なんだこれは。おーおお、待ってくれー3号使いづらいなまあまあ、ちょっと使う時が来るんでしょうね。3号回復しとく。いや、まあいいか。よし、開いた。次々出てくるのか。あ、いたたた。スピードガン持っていかないとね。こんなんだったっけ、全然覚えてないぞ。あー危ない、あ危ない、やばい。よし、あ、なんか覚えてる。でもこんなんよく突破できたの。おお、忍者竜剣伝に比べれば簡単なもんだとか言いながらねオッケー、結構でもダメージ受けてるな。よし、あ、ここか、覚えてるぞ。ほっ、あっと遅かった。ジャンプ、よし、オッケー。ここまでは一度ね来たことあるからね。確か第1回の時に来たよね。あ、オッケー。ここでちょっと恒例の体力回復したいと思います。少々お待ちください。オッケー、回復できました。しかもね、なんかね、あー、嘘ー、セーブするの忘れた最悪。せっかくね、さっきねワンアップ取りましたって言おうと思ったんだよね。しょこないけどこれワンアップ取ったけど死んじゃった。セーブしとこう。さあ行きましょう。あ、これやばい、あぶねよし、よし、あ、ここか、ここだね。これ2号使おう、2号。よし、あ、もしかしてダメなの。2号使ってはいけない場所なのかこれ。あ、いける。あー、ダメなんだ、嘘。これ2号なしで行かないといけないのか。マジか。オッケー、じゃあセーブしよう。ちょっとこれいけるかな。ここで前回挫折したんだよね。これ2号なしでいけるの。あ、こっちで2号使えばいいんじゃない。どう？あ、いける、よし。あー、ずるいめっちゃずるい。ワンナップ、ちょっ2号、よーし、楽勝。なんか悪い気がするぐらいだよねオッケー、やばい。あ、やばい、死ぬ。あ、ボスか、よかったー。オッケー、これでちょっと様子見ですね。最初の一機は、最初の一機様子見で、ヒートマンだからバブルとかじゃない、水。ちょっと一発撃ってみよう。一発撃って様子見。おりゃ、
あー、様子見する前に死んだ。さあもう一回バブル使いましょう。で、E缶もね使っていこう。さあ放てバブル。あ、効かない？あ、でも効いてるような気がする。あ、効いてる効いてる。もう一丁 E 缶使おう。そしてバブル。あ、間違った間違った、空振り。よーし、これバブル効いてるでしょねえ。クリアできました。アトミックファイヤーを装備します。さあ残すとこあと1機ですね。ウッドマン、ドクターライトからのメッセージです。アイテム1号、順番おかしいだろう。オッケー、ヒートマンを倒すとアイテム1号がもらえるとかそういうことなのかな、よく分かってないですけどね。さあウッドマン行きましょう。今回ドクター・ワイリーまでいけるでしょ。ウッドマンを軽く倒してやるぜ。さあまだE缶ちょっと1個使っちゃったけどね。行きましょう。一回ボス倒すとこうエネルギーは回復するんだね。何これ、あ、ちょっと待って、や、怖いな。無視すればいいんじゃないか。コウモリね、遅いよコウモリ。逃げろ逃げろ。全然無視するという作戦でいいんじゃないこれ。さらばだ。これちょっとね、何だったかな、エアーマン、エアーマンのこれか、これでいいんじゃない。おりゃ、オッケー、作戦成功。うわー、何これ、何で倒す、危ない、当たりかけてる。なんか有効な技ないかな。ヒートマン、どんな武器なんだろう。あー、ヒートマン、わ、きついなこれ。早く倒せ、なくなった武器。エアーマン当たらない、マジか、やばいやばいやばい。通常攻撃、めっちゃ強いなこいつ。なんか有効な方法ないのかな。これ死にたくないね。あ、またいた、またいるぞこれ。上に攻撃する武器ってなんかあったっけ。爆弾、爆弾、爆弾どれだったっけ、これか、これでどうだ、ダメージ与えてる、おりゃ、当たってないのかなこれ。マジか、こんな手こずってていいのかな。ジャンプ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 、しんどいジャンプ、しんどいジャンプ、しんどいジャンプ、よーし倒した。あー、きっつい。この一気でボスまで行きたいな。まだか、まだいんの。あー、やばい。これ何だったっけ、あ、時間止めるやつ。いやいや、いら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 、解除解除。あ、ちょっと、あ、なくなった、何それ。時間止めるやつか、しかも途中で解除の仕方がわからん、もったいないことした。効かないんだよねエアーマン。どうする、一気失うか、いい缶使うか、いい缶使おう。
間使って、通常で行こうか。しかもジャンプしづらい、ここ。ああ、この、何？危ない、死ぬ。ああ、やられたー。イーカン使って、エネルギー使って、そして死ぬ。最悪。どっから？わ、またスタートから。戻し作業しましょう。さあ、戻ってきましたけど、どうしようかな。セーブしようか。大人ってずるいよね。ミニファミコン使っての。どうする？こいつボスみたいに強いな。バブルじゃなくて、これでいこうか。あ、ここの、ここでジャンプすればいいのかな。よし、倒した。あー、しんどい。なんて強さだ。ちょっと前でジャンプしすぎたんだね。これボスかな。まだか。うわ、まだか。ちょっと長くない、この目。エアーマンで。よし。何これ、落ちるんじゃない。おお、なになになに、猿。猿か。これ絶対上がってくるでしょ。おお、危ない。猿。卵落として。よし。よし、突破した。なんか一番長い気がする、この目。よし、虹投げてくる。よし。どうする？あ、斜めに投げてくんの、人参。最悪。くわ、きつい。なに？チョコボみたいなやつ。怖い怖い怖い。おーし、なんか避けれてる。おーし、避けれてる。よし、避けれてる。ナイスよ、避けました。これ残機1機あったよね。残機、あ、2機残して。オッケー、ちょっと様子見。あー、せっかくのウッドマンなのに炎がないというね。きついな。バブルでいこうか。あ、バブルだとなんか潤いを与える。潤いを与えるんじゃないかな。M でいこうか。 M って何だったっけ。メタルマン。あ、違うか。多分火だと思うんだよね、弱点。あ、ダメだ。あ、ダメだ。一発も与えられない。ちょっとセーブしよう。ヒートマンが欲しいな。でもちょっとね、ないから。M ダメだったんで、 C って何だったっけ。あ、爆弾か。爆弾のやつか。これちょっとクイックマン、これでいこうか。これ避けるのが難しいよね。ジャンプ。あー、ダメだ。あ、全然当たらない。カンカンカンって言った。バブルは、あ、ダメだ。メタル、もう一回やってみようか。あ、結構効く。ちょっとは効く。あー、ダメだ。やばい、追い詰められてる。あー、負けた。くっそー。これでちょっとエネルギーなくなっちゃったぞ。ラスト一機。
これで、これが一番ね、可能性あったよね。これでいこう。ラスト1機。あ、ダメだ。これをジャンプでかわしたいんだけどな。あ、ダメだ。ダメか。勝負最後。よーし、いける。やった。ギリギリの戦いでしたね。一応メタルだけど、三角メタルって感じかな。多分なんかヒートマンの武器じゃないのかな。リーフシールド。有効なのね。うん。あ、ドクター・ワイリー。さあ行こう。ワイリーステージか。おお、かっこいいドクロ。おっと、ワイリーステージ1、2、3、4、5、6つもあったぞ。先は長そうですね。よし、全部アイテム揃って回復しましたね。残機がゼロなのかな。いい感あるけど、まあちょっといけるとこまでいきましょうか。これね、エアー使って、あ、嘘でしょ、今エアーの間通ったぞ。卵が、そんなことある？ほら、ダメじゃん、エアー。有効ではないね。でも上に攻撃するってエアーしかないんだよね。ダブル。あ、何これ。ああ、そういうことなの。あ、動かなかったらディフェンスなんだこれ。すげえ、かっこいいね。そして上にこのなんか防御したまま移動はできないんだこれ。なるほどな。あ、めっちゃ減りましたね。まあ、ちょっと残機ね少ないからいろいろ試していこう。で、これは1号かな、縦は。 OK。使いまくり。あ、武器使いまくりでいこう。楽しいね、こんな贅沢できるのもうないよ。OK。 あ、またイチゴ。 OK。 急ぎ急ぎ急ぎ。意味なかった。あれ、どうやって行くんだあそこ。ん？あんな狭いとこ行ける？なんやこれ、よくわからん。1号で。あ、ワンナップ？取るの？これ取らない方がいいんじゃない？ねえ、ゲームオーバーになってもう一回。なにこれ。嘘でしょ。え、どうしよう、取った方がいいのかな。取らずに置いておけば、次のゲームオーバーになった時にもう一回。ああ、ワンナップ出た、もう取ろうこれ。ワンナップ2つ、これすごいね。ここめっちゃ稼げるじゃん。面白いな。あら、落ちちゃった。残機2機になったんで、もうこのまま行こう、続行しよう。お、あれ、あ、なんだ、使う必要なかったじゃん。なんだあいつ。これエアーマンでいいじゃない。あら、まあめんどくさい。よし、そして回復。 OK。 上に登るときはエアーマンが最高だよね。あ、こういう時は難しいな。メタルマンかな。打ち合いだ。おら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 。どんどん使っていかないとね。
開いた。腹立つわ。そして登るときはエアーマン。何これ、2号使えっていうことか。オッケー。ほっ、あ、ダメじゃん。ダメ。どういうことだこれ。2号じゃなくてここも1号か。3号使っても意味ないもんな。やばい、これ足りないぞ。あ、もうないぞ。嘘。ショック。どうしたらいいの。ないんだけど、エネルギー。マジか。3号では無理だよねこれ。あ、3号も使える。ダメじゃん3号。2号って連続で出せないんだもんね。最悪。1号のエネルギーを貯めに行かないといけないのか。めんどくさー。さあ、なんかね、敵がいっぱい湧き出てくるところでね、回復してきました。そしてワンナップもね取りまして、完璧ですよ。1号2号復活。これ1号の連続でないといけないよね。なるべく左に行かないとこれきついよね。ほっ、左、急げ急げ。あー、届かない。嘘、また失敗。これ2号から1号の連続移動は使えないんだよね。ダメなのかな。もう一回ちょっと挑戦しよう。ギリギリで急いでやらないとダメだね。ほっほっほっ、よし、いった、ギリギリ。あー、疲れた。やばい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 、こいつらに捕まったら落ちるよまた。よし、今度はなんだ、ボスっぽいな。違うか。おお、怖い、なんか怖い、落ちそう。滑る。うわー、なんか緊張感あるな。これセーブしようか。これ緊張感あるな。なんだこれ。うわー、なんか来たー。何、後ろから来てる。なんだ。あー、落ちたー。なんだこのボスの出方。あー、これもう緊張するわ。またでもう一回できるかな今の。ダメだ。連続ジャンプしんどいわ。あ、遅い。ちょっと一歩遅いんだ。一撃で死ぬんだ。ブロック出てくるの遅くない？強制スクロールか。よし。おっと、来い。ちょっと遅いんだよ。ちょっと待たないといけない。お、これから？あ、落ちる。危ない。危ない。もうロックバスターでいいんじゃない？おお。そうそう、ここだと。倒した。あぶねえ。一撃ダメージ受けても、下のブロックで落ちるのを防ぐというね。オッケー。二回で倒せました。これちょっと、ワイリーステージ長すぎない？ということで、ここで一旦区切りたいと思います。あ、回復しないから1号を回復しとこうかな。もらえるものはもらっておきましょう。ということで、次回、いい感もちょっとね、貯めたいけどね、ボス戦に。まあ、なんとかね、残機も多いんで、このまま行きたいと思います。それではまた、さよなら。